来年の4月に大阪市立の高校が大阪府に移管されて孤立高校になるんですけれども、この際に土地建物が大阪府に無償譲渡されるということを違法だということで提訴をしています。でこれはもともと住民監査請求を7月30日に行って、で9月22日に棄却という結論が出ましたので、本日住民訴訟を提訴しました。大阪市立高校には22校あるんですね。それを無償でですね、不法に譲渡するという、そんなことですな。市長とか市会議員のね、大阪市の財源と権限をね、必死なって守らんとあかん立場の人間ですわ。その人らが寄ってたかってね、不法にやってしまうっていうのはね、これも話にならんわけですね。もともと原告の思いとしては、大阪市立の高校を府立にするということに全く合理性がなくて、いかそのものに反対しております。まずこの無償譲渡される不動産が大変巨額なものだということです。大阪市の公有財産台帳で1500億円の価値があります。土地建物合わせて1500億円で、その次ですけれども、この高校以下には全く合理的な理由がありません。私立の高校を府立にするというふうに決まったのは2014年1月の府市統合本部会議というところなんですが、もう住民投票で都構想は全く実現はしていないんですが、この高校の問題をそこから分離されて府立にするという、一人歩きしている状態で移管が決まってしまいました。でその次なんですけれども、通常自治体の寄付というのは寄付をすることによって何か地元に公益があるという場合に行われるのが通常です。大阪市には何の見返りもない、ただの財産を投げ捨てとしか言いようがない無償譲渡だと言えます。でその次なんですけれども、それでは大阪府が大阪市立の高校を引き取って府立高校としてずっとそれを運営していくのかって言いますと、もう現時点で府立に、大阪府に移管した後に市立高校の廃校がもう想定されております。土地を売却などするとその売却代金は大阪府の収入になりますから、大阪市には入ってきません。で、その次はこの、巨額の無償譲渡なんですけれども、1500億円の巨額の財産を大阪市から大阪府に譲渡しますと、無償で譲渡しますっていう議決は市議会には取っていませんし、大阪市も上程もそういう議案は上程もしておりません。で、最後ですけれども、もともと大阪市立の高校ができたっていうのは大阪府と高校の住み分けをしまして、大阪府は普通科高校を整備する、大阪市は商業科、工業科などの専門系の高校を整備するという住み分けをして、明治時代からそういうふうにやってきたという歴史があります。で、全国の政令市、ほとんどみんな私立の高校を持っています。ですからまず政令市大阪市として高校運営から撤退すべきではないというのが私たち原告の考えです。監査請求を、住民監査請求をやった時に、そうやなと、まあ、そんな簡単にはならへんけど、ちょっと私も行き過ぎてた、大阪市が言うんかな思ったら、これでええで、もちろん50ページぐらいのね回答書来たんですけどね、書きある本人がでこのままあかんな思うてるんじゃ、本人は思ってるんちゃうかなと僕は思ってますけどね。それでもなおかつその、大阪市側にこう我々に却下された、まあそれでまあ訴訟するで今日に至ったわけですけども、大きな目で見ると大阪市がものすごい衰退していくような感じがあってね。今回の問題で、市民の皆さんに一番知ってほしいのは教育自治が毀損されているということです。もし学校がなくなったとしても、その土地を地域づくりの中で使えないという、そういう現象が起こるわけですよ。そういうのが大阪市の22の箇所で発生すると、今回の移管そのものが非常に大阪市の市民の自治を毀損するものと考えています。結論としてはですね、もともと本件の譲与については大阪市財産条例16条、つまり市長の権限で
無償譲渡ができるというように大阪市側は考えていたんですけれども、その点については監査院は完全に否定してですね、これは市長の権限だけではダメです、議会の権限の問題です、ですから議会の議決が必要ですということで、まあ、はっきり判断していただいていると。実際にはですね、それについての議決がないにもかかわらずですね、教育委員会とかがいろいろ説明したとかいうような話で、まあ、実質的にはなんか議決と同じようなことがあったんじゃないのという結果で、いうような判断で、最終的には96条1項の議決が必要だという要件を満たしていますと。そういう判断になったところが、まあ、我々としては非常に、まあ、残念というのか、不服なんです。という